皆さん、こんにちは。3月なのに寒いですねー。風邪をひかないように皆さん気をつけてくださいね。今回紹介する SCP は、こちらです。知っている人は知っている、SCP-682 と言われているトカゲです。クラスはケテルです。危険クラスなのには理由があり、このトカゲは全生命体に対して憎悪を抱き、何度か脱走をしています。また高い知能を持つとともに体の治癒力が異常に高い。普段は塩酸が溜まった状態の部屋で収容されています。この不死身に近いトカゲもあの SCP-173 と戦い、引き分けたということです。ちなみに右に映っているのが前回紹介したスクプー173です。実際にいたらやばいな。収容するのも無力化するのも難しいので財団も頭を抱えています。さて今回はこんなところでしょうか。このトカゲもあるスクプと触れ合って楽しそうにしていたことがあるようです。また機会があればまとめます。では皆さんご視聴ありがとうございます。